りょう。ん？行ってらっしゃい。ああ。ジユさん、どうしたよ、リョウ。採水はどっちですか？何の用があるんだ？遠心さんの家行きたいんです。試験のババアんとこじゃねえんだな？さあ、それは。試験のババアには気をつけろよ。うまいこと言ってただ働きさせる名人だ。はあ、ちょっといいかな。何？採水へ行きたいんだ。ひまわり畑の先だよ。わかった、ありがとう。すみません。なんだよあんた。ちょっといいですか？ダメって言っても聞きそうにないね。顔にそう書いてあるよ。いや、俺は。あんたいい男だね。気に入った。すみません。なんだい色男。遠心さんの家へ行きたいんですが、採水はどっちですか？なんだい、採水で宿探しかい。え？あんた不自由してんならうちに置いてあげるよ。いや、結構です。そうかい。採水ならずっと向こうだよね。そうですか、どうも。そこをどけっつってんだろ。おう、帰ってください。息子はこの家にはいません。いいからどけ。あ、お前たち何をしてるんだ。ああ、お、なんだてめえは。お前らがジョさんの家を襲ったゴロツキか。何者だお前。お前たちこそ何者だ。何の目的でこの村を荒らしている。お前には関係ねえ。おい、おう、このガキやっちまえ。お前たちは何者だ。何のためにこの村を荒らしているんだ。それは。たく、屁の突っ張りにもならねえやつらだぜ。痛い目に遭いたいようだな、兄ちゃん。お前なんざ30秒で潰してやる。
成功せほら丸見えだほらほらうわっうわっそら成功うわっしたことねえな。遠心いない。日本人弱い。くけー大丈夫ですか？私のために。いえ、俺は大丈夫です。あなたは遠心さんを訪ねてきました。遠心を？息子はここにはいません。まさか遠心さんもさらわれたんですか？さらわれた？いいえ、息子は朴仙に。朴仙？石堀氏が襲われていると聞いて朴仙という集落に逃がしました。そうですか、よかった。何かあったんですか？エンさんが姿を消したんです。エンさんが？エンシンはエンさんの元で弟子として働いていました。エンさんが姿を消して、あんなゴロツキが息子を探しに来るなんて、一体何があったのか。もし何か分かったら知らせに来ます。お願いします。本当にお願いします。朴仙に行って遠心さんに会おう。どうも。いいとこであったね。ちょっと付き合いなよ。今はちょっと。すみません。なんだい色男。朴仙はどっちですか？パンダ市場の先だよ。パンダ市場はわかるかい？降りたとこに看板があるよ。わかりました、ありがとうございます。母さん。なんだ、どうした？朴仙はどっちですか？市場の外れにある牛舎の先へ進めばいい。わかりました、ありがとうございます。すいません。なんだね、若い方。どうも冷えていかんの。体を動かしてもちっとも温まらん。そこへ行くとあんたは暑さの中に涼しさが宿る魅惑の面相じゃ。はあ、すみません。なんだね、弟子入りなら悪いがお断りだぞ。いや、俺は。なんだ、違うのか。ここへ来る若い者といえば弟子入り志願くらいでな。失礼しました。
こっちこそすまんね。すみません。なんだね。遠心さんに会いたいんです。この集落にそんな名の者はおらん。そうですか。ここは牧船という炭焼きの集落だ。どこかと間違えとるんじゃないか。いや、俺は他の誰に聞いても答えは同じじゃ。そうですか。しかし報道に誰かいるようじゃが。はあ。すみません、すみません、ごめんください。誰もいないのか。遠心さん。誰だ。葉月と言います。遠さんの家のシェンファの知り合いです。シェンファの話を聞きたいんです。開けてもらえませんか。いや、ダメだ。開けるわけにはいかない。俺はここに隠れてる限り何も心配ない。そうですか。わかりました。今日は帰ります。シェンファの家に帰ってこのことを話すか。シェンファ。何、リョウ。牧船へ行って遠心さんと少し話したんだ。そう、遠心さんが無事でよかった。それで父のことは。そこまでは聞けなかった。え？遠心さんはすごく怯えていてドアも開けてもらえなかったんだ。そうだったの。親父さんのことは何もわからないままだ。うん。ゴロツキを捕まえることもできない。リョウ、手がかりも見つからない。一体どうすればいいんだ。落ち着いて、リョウ。焦っても何もいいことはない。シェンファ、少し考えよう。え？父が言っていた。うまくいかない時は今までの考えを全部捨てて違う方からものを見ろと。親父さんが？うん、今はきっとその時。そうか。また遠心さんを訪ねてみるよ。落ち着いたら親父さんのことを聞けるかもしれない。うん。